今日また同級生に近い吉浦さんをお招きして、はい、昔話に花を咲かせたいと思います。今日はまた吉浦さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと面白いテーマだけど、たかし、ちょっとテーマ言ってよ。はい、では本日のテーマはですね、元日本代表久保竜彦さんの恩師に聞く代表クラスの選手の特徴とは。いやー、久保竜彦さんって言ったら僕らの年代だ、分かるけど、今の若い子たちってちょっと分からない可能性ありますね。そうですかね。ねえ、でもまあ、ドラゴン久保って言ったらもう鮮烈、まあね、うん、もうこう、そう、鮮明に覚えてるっていう感じですけど、そうなんだ。吉田さんところの教え子だ。そうですね、もう最初の頃の教え子ですね、あれは。ねえ、どう、ちょっとその若い人が聞いてもピンとこないかもしれないですけども、なんかエピソードってないですか。あの子って言っちゃうかんですけども、あの人のその J リーグとか代表クラスの活躍をこうの前、一歩前ですけど、うん、吉田さんが見て、まあ、見てですね、あの、まあ、まずあの中学校からうちに来た時ですね。はい、その時にもうちょうどたまたま私の前にボールが落ちてたんですけども、うん、それをポッと左足で踏んだ瞬間に、その先生に、顧問の先生に、先生もう練習しなくていいから、これこの子くださいって言いましたね。あ、そう。そのぐらいなんかこう醸し出すものがありましたね。そのオーラって、今で言うとオーラみたいな、その厨房がって、あの子はどう、普通の中学生ですか。三輪中学校という本当の普通の中学生。こうそこでピーンと来たわけですね。でそれがその時の顧問の先生がですね、あのよく俗に言う中大連の大会があるじゃないですか。はい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 。あれに顧問の先生がサッカーやってないもんで、あの大会に行かれたんですよね。はい。そしたらもう試合前1分前だったそうです。それで着替えてすぐしたら負けたそうです。そう、うん、それで誰も見てないんですよ。見てない、はい、誰も指導者が見てなかったんですね。ああ、どこの存在を。ああ、それでうちに練習に連れてきてくれましたんで、うん、もうすいませんお願いしますって言いましたけど、それぐらいなんかこう本当にオーラがあったというか、うん、左利きっていうのが私が好きなんで。あ、なるほどね、うん。まあ、あの人の左も、その、レフティーって、いろんなタイプあるじゃないですか。はいはいはい。ね、今の代表の久保、はい、ね、竹内君も同じ久保だ。ね、レフティーだけども、堂安、ね、左。左の子っていうのはやっぱ、タイプいろいろあるじゃないですか。はいはい、久保竜彦のこうレフティーはどうだったんですか。これはですね、まあ、まあ、とにかく身体能力が高いんですよ。ものすごく高かったです。野生児みたいな感じね。そうですそうです。あの久保竹房とか堂安はなんかちょっと作られた左利きみたいな。あ、よく僕そういう言い方します。今のサッカーって作られてきてるっつって。 あいつの場合はもう作られたもんじゃない、もう自然ですね。あれはもう野生児です。うん、野生児だね。はい、まあ本当にあのままジャングルに行って、あのライオンとかね、に育てられたみたいな、うん、そういうこう野生的な感じがしましたもんね。ね。でもああいう選手は今の日本代表にいないですもんね。いないです。ああいうのが欲しいですね本当に。ああ、この間もここ YouTube で、日本代表がワールドカップでベスト8以上に行くのはって言って、このたかしと2人でソロで話したんだけど、とにかくシュート下手すぎって言って、うん、ねえ、やっぱりそういう意味ではこう今の話じゃないけども、野生的に、吉田さんの前の話じゃないけども、こうゴールに向かうなんかね、うん、そういうこう単純なこうサッカーも必要ですもんね。ねえ、本当そう思います。でも久保竜彦って僕は未だに忘れないけども、あのシュートね、ミドルシュートというか、うん、ロングシュートというか、はいはいはい、
まあ、あんなんロベカルか久保達彦かってぐらいすごかったですね。ねえ、でそうするとあれですか、高校3年間で彼はそういう意味でいくとどのようにその身体能力はあったけど、こうメンタル的なとこはどうなんですか。いや、まあ変わり者って言ったら変わり者です。あ、そう。ああ、今やってる仕事もそうなんですけど、今何やってると思います。こう何やってるんですか。酒飲んだら人が変わるっていうのは聞いてますけど。いや、それはもうそうなんですけどね。山口の下の方に島があるんですよ。なんか聞いたぞ。塩で塩作ってるんですよ。テレビでなんか見た。はい、そういうやつです。で、この上のカンセラ高橋が、うん、川本さんに紹介してもらって、久保さんに会ってんですよ。はい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 。フットサルとかもやったんじゃなかったっけ、高橋。あ、そうですそうです。やりました。そうなんだ。そう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 。この YouTube とかにも、うん、違うチャンネルで出てもらってるはずですよ。本田康人さん。はいはいはい。本田さんが僕の教え子のそれと、つながったりして、釜本さんからつながったりして。ほいで、僕も教え子に本を書かされて。はい。で、釜本さんもお書きになったりして、うん、そうやってこう友達のサッカーの輪を今広げてってる状況の中で、うん、久保さんもこうフットサルとかでやって、この高志が動画撮りに行ったりして、ね、うん、そしたら これで人が変わるって言ってましたもん、高志が。そういう意味ではそのやっぱ異端児ですよね、久保達彦っていうのはね、うん、面白い話いっぱいあるんですよ、あいつは。あ、そう、うん、一つ二つ聞かせてうちからですね、うん、サンフレッチェに行ったじゃないですか。あ、はいはいはい。あの時、あれ行ってからが面白かったですね。あ、その時、今西さん、はいはい、今西さんから電話が来たんですよ。はい、久保がどうもお金をなんかいっぱい使いよるというなるほどね。何に使いよるかわからんと言われて、はい、すぐ電話したんですよ。はい、そしたら車に使ってるんですよ。車って買うの車を。自分の、はい、自分の車です、ね、はいはい。でこれを何て言うんですか、こうスピードが出るように改造するの。そうなんですよ。でそれがなんで改造するかようになったかというと、はい、高速走ってて、はい、捕まったそうなんですよ。捕まった、あのパレット、はい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 。でその時に警察から、あと10キロ出しとったら映らんかったのにって言われて、170ぐらいで行ったらしいんですけどね、180出たら映らないらしいんですよオービスね、オービスね。そうです、そうです。で、それであいつは200キロ以上出るやつを作ろうとしたいや、その発想が彼だね。そうなんです。まあ、たかし、久保さんの現役時代の映像あんまり見たことないだろう。ないですね。見てごらん、とんでもないにそのさっきの話じゃないけど、吉田さんはそのなんだこうミニゲームやるときにオーバーヘッドだとかボレーだとかってね、はい、あの感覚でフルピッチだろうなんだろう、そういう感覚だもん。だから豪快なんだよね、シュートもね。あれ見たらね、今のこう近代サッカーじゃね、それはヨーロッパではあるかもしれんけど、日本の選手ではもうほとんどないですよね。うん、ないですね。ないですよね。はい、ああいうこう何ですか、大きい、スケールが大きいっていうかですね。そうですね、スケールが大きいですね、うん、今の J リーグだったらああいう人はあんまり取らないですもんね。そうですね、いたとしてもね、ボールの止める蹴るの技術のところがあまりにもこうちょっとかけ離れてるとね、うん、でもああいう素材がやっぱりちょっとこう多分いなくなってきたっていう可能性もなきにしもあらずですかね。
ねえ、だから、あ、カオンさんですよね。うん。やっぱり我らのセンターフォワード。そうなんですよ。ね、結局あそこに行き着く、あそこに行ったら怒られちゃいますけど、あそこに行き着くんですよ。何十年経ってもやっぱり鎌本国重なんですよね。そうなんですよね。いや、まあやっぱりね、僕らの年代がまああそこで育ってきたっていう事実もあるんですけれども、でもそこからずっとサッカー見てくると、うん、最後のところにあれだけインパクトを残せる人って今いないんですよね、基本。ね、本当そう思います。ね、私も何回か試合させてもらいましたけど、あそうですか。体触ることもできませんでしたね。そういうことだもんね。うん、まあ当時で言ったらもう鋼のような体でもあったし、はいはい、ね、そういう部分では全てにスケールがでかかったですよね。そうですね、本当に。うん、あの人が胸トラップしてシュートしてもなんかスローモーションみたいな感じがしますもんね。ね、本当に、うん。まあそうか、まあでもああいう人が吉田さんのスタートの頃にいたっていうことか。そうですね。ね、ちょっとこう久保を一緒にしてしまうとこもあるんですけどね、スケールの大きさだけ言えば。なるほどね。でもやっぱああいうインパクトの人たちを見てしまってるこう、うん、吉田さんからすると、うん、まあ今の子ってちょっと物足らん部分があるね。今の子たちはあの仕事が多すぎますよね、センターフォワードが。まあ確かにね、確かにね、うん、まあそういう部分ではちょっとこれ次のテーマに近いからねえ、じゃあまあでも久保君のじゃなくて久保さんだね、久保君って言ったら今の久保武英さんになっちゃうから、あの久保さんのこの豪快なその映像が頭の中に未だに残ってるっていうのは間違いない事実だし、今のエピソードを聞いても、まあ、破天荒っていうかね、まあそういうの人がこう出身が、あの人は九州っていうことですね。もう全然田舎のところです。ね、そういうこう地元の地元っていう感じだもんね。まあ、田舎の人なんだろうな、やっぱりな。でも、あいつの人生変えてくれたのは、本当、今言う今西さんと岡田武史と思いますね。なるほどね。武史のとこに行った時のがまた面白くて、うん、あの前の年の、それこそ大晦日ですよ。うん、さあ大晦日に学校に来て、ちょうどうちもまだ練習してた時で。うん、で、話聞いてたら、なんか、とか変わりたいみたいなことを言い出して、もうならもうその前にたけしからあの久保をくれっていうマリノスにくれっていうことを言われてたんで、あのじゃあここで電話するからお前話せって言って話させて、はい、そこで決まりましたね。ああそう、うん、いやまあまあ確かにね、そういうこういろんなつながりがあってね、うん、ねこう認めてもらう人がきちっといて紹介する人がいてっていう、そういう流れの中でいけたっていう部分ではマリノス行っても活躍しましたもんね。ねえ、ね、使ってくれましたからね。ねえ、そういう意味ではね、そこは大きいですよね。でも岡田武史さんもやっぱ我々の年代だもんだから、基本的にやっぱあの見た目は繊細ね、やることも繊細だけども、そういう豪快なところも持ってるから好みだったんでしょうね。うん、久保がごまかそうとしてですね、うん、走り寄ったそうですよ。えご、ま、あのグラウンドを走ってたそうです。ああ、それをごまかす、はい、それをごまかしてあの旗の内側を通ってたら、これを岡田武史が怒ったそうですよ、うんうん、ここから真面目に走るようになったらしいですでも我々は絶対怒る年代じゃないですか。そうです、ねえ、で今の子はそうやってそのごまかすっていう意識がなくてもそういうのをへっちゃらでやっちゃうし、かつ入れられることって少ないじゃないですか、一言二言優しく促されるぐらいで ね、でも岡田武史さんとはやっぱ怒るでしょうね、それ。たかし、こうやってな、はい、細かいところをこう指摘してくれる人っていうのは、うん、尾崎さんも一緒でしょ、同じ年代でしょ、
そうですね、自分が学生の時はそうでしたね。そうだな、うん、でもできんかったのがあなたたちだからな。しっかりやって。ということで、まあ、今日はあの岡田さんとか、ね、今西さんとかって、ね、懐かしい話も、ね、現役時代の話もできましたけど、久保さんのちょっとエピソードも聞かさせてもらったんで、まあ、ちょっと面白かったな。ということで、今日はありがとうございました。どうも。どうも。